会進行を務めさせていただきますモーターゲームスガールズのマリリンとひなこです。よろしくお願いします。はい、では早速皆さんお待ちかねのカメラの準備は大丈夫ですか？はい、ガールズをお呼びしたいと思います。はい、はい、それでは参りましょう。まずはグッドライドモータースポーツウィズエヴァンゲリオンレーシング七瀬奈々さん、松田彩香さんです。お願いします。お願いします。皆さんこんにちは、ケノールガールの鈴鹿のアネラです。赤です。
24から F1 まで幅広くサポートしています。皆様と一緒に私たちのチームを応援をよろしくお願いします。次なるパフォーマンスアップから辻川ライナーさん、久加さんでした。では続いてはチームオレンジから佐々木萌香さん、鈴木奈美さんです。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。56号車ミスター DIY リンドンタイアドリフトチームオレンジを応援する萌ちゃんこと佐々木萌香です。私は J スクリーンオブザイヤー23-24をいただきました。グラビアアイドルとしても活動しておりまして、テレビや雑誌などでも登場しております。7月の15日にバーベキューオフ会を開催します。お肉いっぱい食べて飲み物も飲み放題です。皆さんぜひ浴衣姿の萌香見に来てください。ドライバーはミンミン選手です。そしてチームオレンジを応援する鈴木奈美です。私は今年初めてスーパー GT のレースクイーンとしても活動しています。チームオレンジのドライバーはカーナンバー4、小橋選手、カーナンバー57、カント選手、そして若手のユーマ選手です。リンダンタイヤが2年連続優勝を目指して頑張っています。熊久保監督率いるチームオレンジの応援もよろしくお願いします。ありがとうございます。チームオレンジから佐々木萌香さん、鈴木奈美さんでした。ありがとうございました。続きまして、スゴーオフィシャルナビゲーターから鈴木ゆめさん、佐藤遥香さん、よろしくお願いします。お願いします。皆さんこんにちは。2024スゴーオフィシャルナビゲーターの鈴木ゆめです。本日はスポーツランドスゴーにお越しくださりありがとうございます。私はモータースポーツに関わるのが今年が初めてで、もちろん今日ドリフトも初めてなんですけど、すごい楽しみにしています。2日間みんなで楽しめればと思います。よろしくお願いします。同じく2024年スゴーオフィシャルナビゲーターの佐藤がるかです。私も今日ドリフトを見るのが初めてですごく楽しみにしてきました。今日も暑いので皆さん水分補給して楽しんでいってください。以上です。ありがとうございます。はい、ということで、はい、ここまででギャルオステージが終了になりますが、はい、皆さんせっかくなので、はい、お前に出ていただいて全員になっていただいてもいいですか。はい、なんか並ぶとすごいのありがとうございますって感じはい、ということでこの後は FMX ショーケース始めさせていただきますが、ギャルオステージはここまでで終了とさせていただきます。はい、皆さん暑い中ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、和田ポリスさん、準備は大丈夫ですか。ありがとうございます。声かけていただいて今急に来てドキッとしましたありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さん、ギャルオステージもう一度でっかい拍手を。はい、ではそれではここから私たちモーターゲームズガールズが視聴者さんの自己紹介させていただきたいと思います。お願いします。お願いします。ということで、まずはバリノさんのブースにお邪魔しております。よろしくお願いします。お願いします。バリノタイヤ清水と申します。なんか今回可愛いのが、はい、まあ彼女たちに合わせて作った色というわけではないですが、まあ、一応ね、あの色もなんですけど、売りは、まあ、彼女たちでも持てる軽さが、これが売りなので、で、展示品なかなか持てないじゃないですか。だけど、このホイールは皆さん自由に持てるんです。どうですか、軽いですか。軽いです。そうなんです、自分と正反対で軽さが売りなんです。自分は重さが売りなんですけど、この軽さをぜひね、体感しにブースに寄ってみてください。ありがとうございます。はい、なんかその他におすすめの商品とかありますか。そうですね、あとはブレーキパーツを一通り、シルビア系、スカイライン系、ブレーキローザーブレーキパッド、これも一通り揃えて、イベント限定特価にやってますんで、で、展示品なんかはちょっと箱をくたびれてませんかとか言ってくれれば安くなる箱くたびれてませんから安くなるらしいです。ぜひ乗ってみてください。叩き買いがあると思います。
はい、ありがとうございます、はい、ということでマリマさんのブースでした。皆さんこの赤が目印です、はい、立ち寄ってみてください。ありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。では続いて参りたいと思います。はい、じゃあ続いてはグッドライドさんのピットにお邪魔してます。じゃあよろしくお願いします。はい、こんにちは、グッドライドです。タイヤメーカーの、グッドライドで今回フォーミュラージャパンに、また選手が6名ほど出てますので皆さんも見ていただきたいと思います。ブース紹介としたら、まずネズミタイヤ対応を見ていただけたらと思います。こちらのスポーツワンレースが、今回使用されているタイヤです。各方々がサポートしますし、皆さん結構いい感じのクオリティを出してますので、ぜひ一度皆さん見ていただけたらと思います。そしてブースの中は、物販の方ありますので、グッズ等あります。ぜひぜひ遊びに来ていただけたらなと思います。じゃあちょっと奥で今回もまた別の素敵なガールズがやってるので見ていきたいと思います。どうでしょう、前回よりはね、前回で平子よりは調子いいじゃないかなと。これどうですか？上手じゃないですか？すごいリアルで、このハンドルの動きとかすごい画面もリアルでめっちゃ面白い。でも上手でした。すごい上手。さっきちょっとチラッて見たんですけど、私の時は視界がまっすぐしかなかったのに、すごいいろんなところに視界が動いてて、すごい上手ですよね。すごい、あ、ぐるぐるしてる、ぐるぐるしてる、すごい。ちょっと今これですけどね、さっきまではすごい調子よかったんで、はい、でこのエヴァカラーの車ありますけど、ちょっと紹介いただいてもいいですか、軽く。はい、今回エヴァさんとコラボしてエヴァンゲリオンカラー、日比野選手、増山選手がエヴァカラーになってますので、ぜひぜひ見ていきたいなと思ってますので、ぜひ見てください。で、エヴァの方々、女の子たちも来ますので、その時は写真を撮りにいただけたらと思ってます。ありがとうございます。グッドライドさんでした。ありがとうございました。では続いて参りたいと思います。はい、はい、では続いては RSR さんのブースにお邪魔したいと思います。はい、レッツゴー。よろしくお願いします。お願いします。行きました。お願いします。いえ、すいません、よろしくお願いします。はい、じゃあ早速おすすめの商品などあれば。はい、弊社こういうサスペンションを取り扱っているメーカーなんですけども、今回ブースの方ではこういうふうにいろいろ物販の方を用意させてもらってます。その中でも一応これはサングラスをかけていただいてるんですけど、はい、すごい似合ってるものですけど、これが一応特価販売になってまして、2500円。ありがとうございます。もう大丈夫ですか？他には。どうしましょう。他何？何？じゃあああいう着るものもたくさんありますので。ぜひ。その後ろにある黒いやつが今ね、すごい今日だけですごい可愛い。さっき着てる人見ましたか？はい、みんなこれをつけて仕事してますので、はい、ぜひ皆さんも来てください。はい、ありがとうございます。アレスアレさんでした。続いてはレイジさんのブースにお邪魔したいと思います。はい、かわいい、めっちゃかわいい。よろしくお願いします。じゃあ、なんかおすすめの商品説明いただいてもいいですか？アルミホイルメーカーのレイズと申します。説明するホイールは、グラムライツの、2024年最新モデルの、57NR という商品になりますね。R シリーズの、4作目になりまして、57NR の N は、レイズ伝統の10本スポークデザインを採用した、走りにこだわったモデルになります。で、こちらがもうこちらが 57N と、もう発売中で、17日から19日まで幅広い設定しております。国産車から輸入車まで幅広く設定しておりますので、ぜひ会場で現物を確認してください。
ありがとうございます。このひよこちゃんは、はい、これはですね、ひよこじゃなくてアヒルなんです。アヒルなんですね。世界的にその人種差別というか、その世界平和を象徴としたモデルであって、まあ、レイズも何かできないかということで、平和の象徴の黄色いアヒルを今回また新しく作りましたので、こちらも1200円で販売してますので、ぜひよろしくお願いします。めちゃめちゃ可愛いです。ありがとうございます。レイズさんでした。続きまして、プロジェクトミューさんのブースに来ております。それでは早速紹介していただきましょう。こんにちは。はい、今日はですね、まあ、こうメインのブレーキの部品も、定価からだいぶ値引いて販売してまして、あとそれ以外にも、まあ、小物グッズ類ですね、ステッカーとかキーホルダーとか、そういったものも定価よりみんな安く販売してますので、ぜひブースの方にお越しいただければと思います。はい、こちらもおすすめ商品ということで。そうですね、はい、まあ、今日は風が涼しいですけど、暑い時に使える結構大ぶりなタオル、吸湿性も良くてマイクロファイバー、こういう肌触りがいいと思います。あとこちらパーカーなんですけど、フルオーバーのパーカーで、ちょっと見た目が入ってて可愛いんで、女性の方にとっても人気なんで、皆さんよかったらぜひ。こんにちは。どうですか、今日は暑いですね。まあでも群馬に比べたらまだ涼しい。群馬もっと暑い、もっと暑いでおすすめの商品何かありますか。おすすめの商品、そうですね、今回もお持ちしました新型フェアリティ Z 用の、クラッチです。これ新発売になりますので、ぜひともお乗りの方いらっしゃいましたら、ご検討いただけると。はい、こちらですね、オブラクラッチのものではないです。実はハルスプリングさんの、バネですね、を置かせてもらってます。あというのもハルスプリングさんと当社は仲良くさせてもらって、一緒にラリーとかも出させてもらってますので、その関係でも置かせてもらってるような感じです。なんか優しいんですよ、お二人が。優しい顔でいつも。特にこっちが優しいですね。2人とも優しい。なのでお気軽に何でもご相談ください。はい、はい、小倉クラッチさんでした。ありがとうございます。では続きましていきましょう。続きましてモティーズさんのブースに来ております。こんにちは。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございます。では早速、はい、おすすめ商品何か紹介していただいてよろしいでしょうか。今回はですね、限定でバッグを、新作のバッグを持ってきております。はい、あとこういったポーチですね。はい、いろいろ、はい、グッズをお持ちしておりますので、ぜひブースに立ち寄っていただきたくて、ただこれ皆さんにお配りしてます。ありがとうございます。ぜひもらいに来てください。これは誰でももらえるんですか。もちろんでございます。皆様にもプレゼントいたします。数に限りがあるので、はい、ちょっとお早めに、はい、フォーミュラードリフト限定の、添加剤のセットです。約 50% オフで発売してますので、はい、ぜひ お試しいただければよろしくお願いいたします。ありがとうございます。50% もお安くしていただいて、はい、ありがとうございます。コミュラドリフト限定です。ありがとうございます。モティーズさんのブースでした。ありがとうございます。続いてマレティさんのブースにお邪魔してます。こんにちは。こんにちは。はい、モーターゲームズ盛り上がってますね。めちゃめちゃ盛り上がってますよ。ね、すごいですね。なんか忙しそうですね。そうね。FDJ2 効果多分で、すごい。の方のブースに足を運んでくださったお客様いっぱい見えます。ありがたい限りです。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかもういろんな手広くバレンティンさんやってますけど、最近何がおすすめなんですか。コーティング剤もありますし、まあ、LED のヘッドバルブなど、あと車種専用のテールランプ、ヘッドランプなんかもいろいろ展開させてもらってます。で、今日なんかだ と、LED のヘッドバルブが、何パーセントオフでしたっけ。いつも7割引きとかやってる商品を今日も持ってきてます、はい、こちらのヘッドバルブなんかだと通常1万5000円くらいするものが5000円とか、オフランスだと1万2000円くらいするものが3000円とか、そんな商品を買ってもらってます、はい、で、
明日 と、バレッティジャパンでは、ハイエース用のタイヤホイールのリリース記念で今日 LINE 登録してもらえるとキーホルダーです。めっちゃ可愛いですね。ありがとうございます。ありがとうございます。タイヤも出しました。ホイールも出しました。何屋さんだろうっていう感じになってますけど、一番手広いかもしれない。でアパレルもやってます。今回このアパレルなんかでも5000円するのが3000円で販売させてもらってますので、だいぶお値打ちにお購入いただけるかな。はい、ありがとうございます。盛りだくさんのバレッティさんでした。ありがとうございます。続きまして HPI さんのブースに来ております。よろしくお願いします。いきなり笑う。あ、乗った方がいいですね。あ、では。あ、東京から来ました。HPA という会社になります。あ、めちゃめちゃ関西弁です。相変わらず。ありがとうございます。HPA という会社はですね、はい、まあ、今日は持ってきてないんですけど、ラジエーターとかオイルクーラーだったり、ウィンタークーラーっていう冷却製品とかのチューニングパーツがメインで、であと今回持ってきてるようなその競技用品、レーシングハーネスだったり、まあ、装備品ですね、もろもろは実際ドライバーさんでとかも忘れたりされる方とか穴が開いたりとかっていうのもあるので、そういうものを中心に持ってきております。はい、そんな会社ですよね。はい、東京の会社すごい、ちょっとされちゃったね。ちなみにちょっとお二人が持ってるものはこちらは何ですか？こちらですね、最近新商品として発売された、ステアリングハンドルですね。まあ、今までハンドル、まあ、取り扱ってないんですけど、今回はちょっと割とこうお手頃な価格で、あの大手メーカーさんと大手なそのステアリングメーカーさんと同等の質のものをご用意できるので、ちょっと新しくいろいろ作って、広く展開できればなと考えています。かっこいい。ありがとうございます。あっちですか？ちゃう。はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。あのすごい面白いスタッフさんもいらっしゃる HPA さんですので、皆さんぜひ足を運んでください。はい、ありがとうございました。続きます。ホットウィルさんのブースに来ております。ちょっと元気な声がいっぱい聞こえるんですけれども、早速見ていきたいと思います。こんにちは。こんにちは。お話伺ってもいいですか？キッズウォークではこちらのミニカーとこちらのお菓子がもらえます。あとこちらのブースでは体験元気いっぱいに子供たちが遊んでるんですけれども、カラフルなミニカーがあってすごい楽しそうですね。ここはすごい、はい、こんな感じでみんな元気いっぱい結構好きなように遊べますので、ぜひぜひちびっこのみんなは遊びに来てください。あ、ビッチしてくれた。ありがとう。しかもすごいくるくるってなりましたね。ぜひちびっこのみんな遊びに来てください。ありがとうございます。では続いていきたいと思います。はい、今度はですね、ひときわ真っ赤なブースが目を引く KTC さんのブースに来ております。こんにちは。では、おはようメーカーの KTC 業務機械工事株式会社です。どうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、ちゃんとお話聞きたいと思います。よろしくお願いします。はい、これお願いします。はい、作業工具メーカー KTC 京都企画国株式会社です。KTC ブースではですね、感染に役立つ、帽子とかですね、そういったタオルでチェアとかですね、そういったものを、販売させていただいております。はい、柄はですね、工具メーカーなのでこういう風にですね、あの工具があしらわれたトンボ柄っていう、まあ、ちょっとデザインこういうやつとかですね、あのニューエラさんとコラボさせていただいたリュックとか、そういったものを販売させていただいてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。 K2 です。 K2 チャ
くんですね。ケツくん、すいません。ケツくんにも会えますので。ケツのちっちゃいぬいぐるみ、ね、これもありますから、ね、これ結構つけてる方いらっしゃいますよね。そうですね、結構数を求めていただいてます。はい、はい、またもう半分しかないんですけれども、はい、よければぜひ寄っていただけると嬉しいです。はい、お願いします。ケツくんにも会える KTC ブースさん、ぜひ皆さん来てください。サスケの木をたまたまな条件を組みしながら進む一歩で、ショーケースを終えたバラポリスさんにちょっとお話を聞きたいと思います。ありがとうございます。もう初めて見たので、もう皆さんもう大興奮でした。あ、かっこよかったですか。めっちゃかっこよかったです。いいですね。ぜひぜひこれをきっかけにフリースタイルモトクロス応援していただけるとめちゃめちゃありがたいです。ありがとうございます。じゃあちょっと知らない方も多かったので、はいはい、軽くご説明いただいてもいいですか。なるほど。まあ、見ての通りモーターサイクルを使って、あれ飛んでる距離が約 23m なんですよ。で高さは大体 10m 以上なんですけど、で上飛んだ時に手離したり足離したり、まあ勢い余って宙返りしたり、そういうアクロバティックな技をとか、一応フリースタイルモトクロスという形で、もともとアメリカから出てきたモータースポーツなんですけど、今も世界的にすごく人気のある、もうやっぱりドリフトと同じぐらいの迫力があるんじゃないかなって私は思ってるんですけど、ドリフトともねすごく相性が良くて、ドリフト結構好きな方は FMX も好きだよって言ってくださるパターン多いんで、毎回楽しませていただいてます。僕たちもそれが FMX。 ありがとうございます。ものすごい迫力でした。いやすごいですよね、すごいですよね。あれ失敗したらどうなるんだって話なんですけど、みんなもうバイクに乗り始めたのはみんなこのぐらいの時から乗ってる、本当に子供の頃から乗ってる人たちばっかりなんで、その辺はぜひ安心して見てもらえればと思うんで、もうひたすら無責任に死んでください。よろしくね。ありがとうございます。続きまして FDJ のオフィシャルショップに来ています。こちらです。ハートも振ってくれてますけど、マリちゃんが。ではですね、ここで教授のレースドライバーでもある佐々木ラミさんにお話伺ってみたいと思います。お願いします。お願いします。こんにちは。こちらはですね FDJ のオフィシャルショップとなっております。直接US からですね輸入した商品だったりとか、グッズや、キャップ T シャツなども100点以上取り揃えております。すごい種類あるのでたくさん迷って見ていってください。そしてですね、おすすめ商品があるんですけど、こちらにあるんですけど、まずこちらですね、黒いリュックの方なんですけど、結構大容量で、実は USB ポートなどもついて、かなり便利なになっております、はい。で向こう側のシートベルトバッグですね。でこちらはですね、シートベルトで本物のシートベルトができていますので、すごい、絶対に破れないバッグになっております。すごいシートベルトって感じがしてる。はい、ありがとうございます。シートベルトでできてるということで、どうですか、触り心地とか。触り心地、あ、シートベルト。はい、オレンジが可愛いですね。可愛い。うちのね、リュックも大きくて、私とマリちゃんとかも同じようなサイズの使ってるんですけど、すごく便利で、どうですか、なんか重さとか。軽くて、私もこういうの欲しいです。やった。これ私のおすすめポイントは、なんか中にラップトップが、パソコンが入れられるようになってて、そこが超おすすめです。いっぱい入りますね。はい、そんな FDJ ショップ、いろんなグッズありますので、ぜひ皆さん遊びに来てください。